皆さんこんにちは、村雨辰政です。さあ今回はずっと皆さんと一緒にしたかった企画です。今日は都内の、僕がよく行く、プライベートでもよく行く有名な庭園に皆さんと行って、ちょっと紅葉具合を見ていこうかなと思います。はい、ということでまず第1軒目ですね、はこちらです。今まさに見頃を迎えている六義園です。六義園ならではのスポットをちょっと今から皆さんと一緒に見ていきたいと思います。皆さん行ってみましょう。もう早速です。ここから六義園に入るんですけど、もう見てくださいよ。綺麗な赤根、六義園の有名なしだれ桜ですけど、さすがにここはもう落葉してますね。もう葉っぱが全部落ちてます。皆さんこの奥に義春庭という茶室があるんですけど、今見てください。とっても綺麗に日が差してて、もみじが素敵です。またこの上に楓があるんですけど、もうほとんど落葉してて、今ここに綺麗に黄色い絨毯もできてるんですよ。素敵ですね。ここは滝見茶屋です。ここはもう六義園の有名なスポットですけど、ここはもう滝が見れて、でこっちから見れば今綺麗にもみじも紅葉しているので、なかなかいいスポットです。ちょっと休憩しませんか。お茶を飲みましょう。
ーまんじゅうです。程よい甘さですね。美味しいです。つつじ茶屋あたり の落葉樹もちょっとこのもみじみたいに紅葉がこれからっていうところもあります。なので綺麗に赤と緑が混ざった風景も見れます。すごい綺麗ですよこれ。ここからはつつじ茶屋です。つつじ茶屋の方に行ってみましょう。皆さんこれはいいですよ。見てください、秋の風物詩紅葉と冬の風物詩雪釣りが、まあちょっとこう季節が遅れてる、紅葉がまだ残ってるから両方の季節の風物詩が同時に楽しめるというのは贅沢かもしれないですね。はい、陸義園に続き都内で紅葉の見頃を迎えている庭園の皆さんと巡っています。はい、で今やってきたのはこちらです。旧芝離宮恩賜庭園です。はい、実は僕も来たことがない庭園なのです。なので皆さんと同じくらい新鮮な目を持って楽しみに巡っていきたいと思います。でもここといえばやっぱりその、まあ、ここ港区なので東京が持つ都会な感じと、あの庭園が持つ自然の二面性を楽しめる庭園ではないかなと思います。皆さん一緒に巡りましょう。すごいですね、これもうどの方向からも高層ビルに囲まれてる感じがすごい、まあ、東京っていう感じが伝わるのと、やっぱりこう歴史あるこちらの庭園、この二面性っていうんですか、やっぱり素敵ですね。もう入った瞬間に感じるものとしては素敵です。やっぱり松が多いですね。結構
素敵な松もあります。ここのあの庭園も六義園と一緒で今雪釣りがやってありますね。ありますね。やっぱりでもまだちょっと早いかもしれないですね。といってもまあもう12月なのでこれからはもっと綺麗に色づいていくんでしょうね。この辺りに立派なソメイヨシノが結構植えてありますね。今はもうほとんど桜が落葉してるんですけど、多分1ヶ月ぐらい前だったら綺麗に紅葉してたかもしれないですね、はい、この庭園の中一番高いところはこちらの築山です。大山と言います。ここの上に登っていけば割と庭園の全体を見渡せるようにはなってると思うのでちょっと行ってみましょう。いい景色ですね。ここから庭園全体の作りがよく見えますね。まあこの庭園は割と落葉樹はちょっと少なめかもしれないんですけど、やはり松が印象的ですね。松がものすごく立派ですね、はい、本当にこの真ん中の池が綺麗ですね。あちらにも見えるんですけど、あちらには巣浜が作ってありますね。あちらの灯籠が、灯籠もまた印象的です。この道はまたちょっと独特ですね。ここの中は枯れ滝って言って石組みで滝をイメージしてる作りになってます。あんまりこういう中を歩くことってあまりないので、ちょっと形的には珍しいかなと思います。すごく面白いですね。ここまた日本庭園で見る独特な形です。ちょっと巣浜をイメージしているような作りですね。すごくやっぱりここの庭園って他の庭園と比べてちょっと面積が少ないんですけど、やっぱりすごくインパクトがありますよね。周りの本当にもう大都会のイメージを持たせる周りの高層ビルもそうですけど、庭園の作りが面白いからずっと歩き回ってても見どころがたくさんあります、はい、とっても初めて来たんですけど
すごく素敵な庭園ですね。はい、皆さん、紅葉の見頃を迎えた庭園を一緒に巡ってきました。今回は2箇所をご紹介させていただきました。はい、最初は六義園でしたね。六義園ものすごく綺麗でした。僕は秋に来たことがなかったので、やはり改めて六義園ってこんなに綺麗なんだなと思いました。で、また次はこちら旧芝、旧芝僕も初めて来たんですけど、また今度はゆっくりとプライベートでも回っていきたいと思います。はい、皆さん紅葉企画いかがでしたか？ぜひコメントの方で教えてください。ではまた次回。